皆さんこんにちは、ラザーワークス一点です。今回の動画は、はい、オーダーメイドで制作したアイテムを今日はですね4アイテムご紹介したいんですけども、はい、今回のね4アイテムはすべて T 様からご注文いただいたアイテムとなります。はい、で T 様にはですね今年に入ってから、まとめてね11アイテムのご注文をいただきました。はい、本当にたくさんのオーダーいただきありがとうございました。で、残りのね7アイテムはその都度納品していたので、うん、これまでにご紹介もしているんですけども今回最後のね、4アイテムが出来上がりましたのでまとめてねご紹介するのご紹介して最後にね、11アイテムを少し振り返ってみたいなと思います。はい、それではまず1つ目のアイテムはこちらとなります。はい、ラウンドジップタイプの折り財布になります。はい、アウターに使用したのはターコイズ色の、本シュリンクの牛革になります。結構ね青み強く映っちゃってますけども実際にはもう少し暗めの色になります。はい、でファスナーはエバーブライトのベージュのゴールドですね。エバーブライトの滑らかさをとても気に入っていただいて他のアイテムにもねたくさん使用しました。で全体のサイズ感はですねワイドはスタンダードなんですけども高さをね5ミリ高くしています。通常10センチなんですけども、10.5 になっています。で、インナーはですね、こんな感じで、使用したのは、違いますね、仕様が。はい、仕様がね、結構違います。うん、まずね、革はですね、牛革の隠し帽のトープ色。はい、で、見ていただいて分かるように、左右反転していますね。うんうん、はい、通常こっち小銭入れなんですけども、カード入れ。はい、カード入れは3段で、背面側にもポケットがあります。はい、で、反対側。通常ね上向きの小銭入れなんですけども横向きで外向きの小銭入れになっています。はい、こんな感じでこうですね、うんうん、はい、幅はねその分狭くなっていますけども深さはね深くなっていますので、うん、で結構ね待ち幅も広く取っていますので手前にグッと広く、うんうん、開きますので指はね入りやすいかなと思います。それからアウターに合わせてターコイズ色のねステッチを使いました。とてもねアクセントになって素敵ですよね。うん、はい、でまあここの部分ですねを通常10ミリ1センチなんですけどもここ15ミリにしていますのでここはねなんとなくこう広くなったような感じになります。うん、で全体をあの薄くしてほしいということだったのでインナーパーツかなり薄く作っていますので、はい、でねあのここら辺にも通常芯材入れるんですけどもそこをね入れずに作りましたのでとても、まあ、薄くて軽いお財布に仕上がったかなと思います。はい、まずこちらが1つ目となります。はい、2つ目はこちらになります。はい、こちらはですねクーズー、うんうん、特殊な革ですね。クーズーの革をアウターに使用した、ハーフサイズのお札入れになります。はい、とてもね個性的で、うん、まあ爬虫類と違ってこのなんていうんですかね独特しさというか、うん、そういう派手さとはまた違うんですけども、まあ、クーズーっていう特殊なね革を使用してでもう残りわずかだったんですけどもどこの部分をね使用するかっていうのもちょっと見ていただいて決めました。まあ、オイリーな革なのであの経年変化もね楽しめるかなと思います。はい、で全体とても薄く作っております。お札入れはこんな感じの1箇所で、うん、カード入れ3段3段でまとめて入れられるポケットがあります。うん、インナーはヌメ革のダークブラウンになります。まあ、こちらもねあの全体とても薄くということなので、うん、はい、薄い、うん、とてもね薄くて軽いお財布になりました。はい、3つ目はこちらとなります。はい、それでは最後はこちらとなります。はい、こちらはですねスペシャルなカスタム、まあ、全部そうなんですけどねはい、こちらはですねアウターに使用しているのは仙山鋼という特殊な革でですね、まあ、2017年に、法律が変わって今ではあの取引も、売買することも、まあ、売買することとか、まあ、取引全般が禁止されている素材となっています。うん、うちはですね2017年よりも前にですねこの仙山鋼の革はたくさんあの集めていたのでその持っている中から作ったアイテムとなります。うん、はい、でアウターはですねこんな感じでブラックの仙山鋼とマット仕上げの、まあ、イエローですねの組み合わせ、はい、で真ん中のパイピングの部分が、手染めシリーズのピーコックグリーンですね。うんうん、はい、面白いカスタムですよね。うん、
で、ファスナーはベージュの、シルバーですね、はい、エバーブライトなんですけども、シルバーの方はベージュのトーンが少しワントーン明るいタイプになっていますね、うんうんうん、それから見ていただくとステッチから、うん、こっちからこっちはイエローで合わせていて、こっからこっちはブラックで合わせています、うんうん、それに合わせてですね、あ、はい、細かい。コバの色もですね、ここで切り替えています、うん、こっちの方はイエローで、こっちの方はブラックで、あの革の色に合わせてね、調色して作った色でコバ処理をしています。細かいです。まあ、こっちもね、そのままブラックでいってもいいかなと思ったんですけども、ファスナーの色がブラックだったらそれでいってもいいかなと思ったんですけどね、結構ね強烈になりそう。そうなんですよ、イエローにブラック入れちゃうと効きすぎちゃうんですよね、うん、まあ、これもね顔料コバのいいところかなと思いますので、こう調色してね好きな色で切り替えることができるっていうのも特徴ですね。はい、インナーはこんな感じになります。これ縦型ミドルウォレット定番で作っているものがあるんですけども、それをサイズダウンしたものになります。ワイドはスタンダードのサイズなんですけども、高さをねつぼめていますね。通常こちらカード段今 1,2,3 段あるんですけども、ここね通常5段あるんですよ。なので2段分縮まっています。はい、はい、1,2,3段、ここにもフリースペースになっています。はい、反対側の小銭入れこんな感じですね。これもとても広く開きますのでね、うん、出し入れはしやすいかなと思います。この背面側もポケットになっています。はい、はい、でこれはですね、まあ、縦型のお財布ってお札入れが深くなりすぎちゃって出し入れがしにくくなるっていうのがあるんですけども、うん、ここ指がかかりやすくなっていて、こっち側はね開くようになっていますので、ガバッとお札入れが開くので、うんうん、出し入れはねとても楽かなと思います。はい、はい、であとですね、この反対側ここの部分、はい、ちょっと光の影になっちゃって分かりにくいかもしれない、うん、ここに隠しポケットがついて、そうカードスロットルがついています、うんうん、こちら側とこちら側すごい2個ありますね、うんうん、でこれはね、カードが上にいっぱい出ているとお札出し入れするときに引っかかっちゃったりするといけないので、うんうん、まあ、カードギリギリぐらい、カードよりもちょっと下ぐらいなんですけども、うん、の位置に配置しているので、まあ、邪魔にならないかなと思いますね。この辺にポケットカードホルダーがあってもね、うん、でインナーは、グリーンの隠し子ですね、うん、とてもね上品で個性的な色かなと思います。はい、ということで、はい、今回最後に、納品するのは以上の4つのアイテムとなります、うん、どれもねとてもまあ、個性というか使用するお客様の環境というかね、うん、使いやすいようなカスタムが盛り込まれたアイテムかなと思います。いかがでしたか？いいですね。自分好みにいろいろポケット縦にしてとか、そうですね、短くしてって、うん、ボリューム感変えたりとか ね、やっぱりオーダーメイドならでは、そうですね、使用する革の違いっていうのもあるんですけどね、うん、そういうところの違いを出せるっていうのも面白いところですよね、うん、はい、でですね、今回4ついただいたアイテムとはもうその前に納品してあるものをちょっとバーッとご紹介していきたいと思いますね。はい、はい、ちょっとねここにね写真出していきたいと思うんですけども、うん、まずはラウンドジップの長財布のメレンダ、うん、ブラックのエレファントの鼻の部分で作った、はい、お財布ですね、はい、こちらは少し前に納品してあるものなんですけども、うん、はい、こちら、エレファントの革とカバの革とかを特に気に入っていただいて、うん、まずはねこちらは長財布、はい、それからですね次はカバ革のボディバッグの L ですね、うんうんうん、これもねスリット模様がとても個性的で素敵なねボディバッグでしたよね、うん、インナーの赤いスウェードとすごい合ってました、うん、そうですね、うんうん、とても素敵なアイテムだと思います。それからですね次はパルマ小銭入れ付きのスマートウォレットですね、はいはい、パルマはねストックレストのものも何個かご購入いただいたりとかオーダーメイドでもねたくさんご注文いただいたんですよ、うん、123、パルマ123個、今こちらに出します。牛革で製作したものと、あとは、カバ側のダークブラウンで製作したパルマですね、うん、はい、これもね、牛革でね
こう貼り合わせがなかなかこうアイテム自体がコンパクトなので、うん、パーツを薄くしなきゃいけないので使用できる革っていうのがね結構限られてしまう、うん、で特殊素材の場合は牛革と基本的には貼り合わせなきゃいけないので、うん、なかなかね難しくなることもあるんですけども、カバの革気に入っていただいたので、このねカバの革でパルマ今3つと、うん、あとねこのブスタの S 小銭入れですね、うん、これもセットでね作りましたので、こちらも一緒に出しておきます。カバ革のダークブラウンのブスタですね。パルマはお札入れですね。そうです、もともとは背面側に小銭入れ、あの小銭入れ付きの仕様もありますよ、うん、小銭入れなしのものと小銭入れありのもの両方作ってます。たくさん作っていただきました。そうですね、はい、これがパルマが3つ と、ブスタの S が1つですね、はい、はい、それから、ラウンドジップの長財布の隠し棒のベビーピンク、うんうん、こちらはね奥様用にご注文いただいた長財布になるんですけども、はい、こちらに出しておきます。これもね先ほどのパルマのベビーピンクと同じなんですけども、セットでねご注文をいただきました、はい、とてもね優しいカラーリングで使いやすい色かなと思います。はい、それからっていう感じですね。なので今回の4つのアイテムと今ご紹介したアイテム、うん、全部で、11アイテムのオーダーメイドでご注文をいただきました。その他にもストックリストのをそうなんですよ購入していただいてるんですよね。そうなんですよ、本当にありがとうございます。はい、打ち合わせを始めたのがですね、今2023年10月令和5年ですよね。うん、去年の年末ぐらいか今年の頭ぐらいから、うん、たくさんのアイテムの打ち合わせをさせていただいて、まあ、打ち合わせに結構時間が11アイテム分あるのでねかかって、制作を入ったのはしばらく経ってからなんですけども、はい、その間にもねストックリストの商品たくさんご注文ご購入いただいてるんですよね、うん、お財布類とかスマホポーチだったりとか名刺入れだったりとかね、こちらからもですね7アイテムぐらいご注文、オーダーご購入いただきましたので、本当にありがたい。オーダーメイドとストック合わせて、うん、まあ、20アイテム弱ぐらい、うん、今の時点でご購入いただきました、はい、本当にありがとうございました。制作の方もね数が多かったので、うん、その都度納品はしていたんですけども、とても時間がかかってしまって申し訳ありませんでした、はい、ご注文いただきありがとうございます。ありがとうございます。それでは今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録、それからいいなって思ったら高評価の方もよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。